マグネティックセールとは提案されている宇宙船の推進方法の一つ。マグセールとも呼ばれ、磁気棒や磁気セールと訳されることもある。宇宙船は磁場を生成するため超電導ワイヤの大きな輪と、おそらくそうだ、または家電粒子からの放射線の危険を下げるための補助の輪を展開する。計算上。 超電導のマグネティックセールは質量に対する水力の割合がソーラーセールよりも良いため魅力的な推進技術だと考えられている。陽子や電子などの家電粒子が磁場を磁力線に垂直に通過して移動すると力が生じる。太陽からの太陽風は地球近傍で1立方メートルあたり数百万の陽子や電子を含んでいる。陽子は 太陽から400秒速 600km の速度で噴出し移動している。マグネティックセールではこれらの粒子により加速して水力を得ることができる。マグネティックセールは太陽から放射される光子の圧力を使うソーラーセールとよく似ている。太陽風の粒子は光子と違い質量を持っているが運動量は太陽光の方が太陽風より数千倍も大きい。 それに比例して、マグネティックセールは同等のソーラーセールに比べて、はるかに大きな領域の太陽風を受ける必要がある。しかし、太陽風は磁場で受けられるため物理的な保は必要で、なく、磁場を生成するための超電動の輪と電源のみで済む、ためソーラーセールよりも軽く作ることができる可能性がある。また、マグネティックセールは、惑星や、 太陽の実機圏から直接推進力を得ることもできる。これはソーラーセールには真似できないゲーである。マグネティックセールでは宇宙船が砲を使わないときはそれを巻きつけてしまうことができると考えられている。それは超電導ワイヤのリールのようなものかもしれない。展開するときは輪に電流が流され、それにより発生する磁場によって輪は自動的に円形に広がる。ワイヤは 超電動体で作られており、航行中に磁界の強度を変えることはないため、それ以上のエネルギーは必要ない。マグネティックセールはだいたい 0.0001t 00の定磁界で動作するため、ケーブルは弱いもので十分である。惑星の磁気圏やプラズマ風の中でのマグネティックセールは低電流で大きく弱い磁場である方が効率的である。その結果、より細く、 より軽いケーブルで大きな半径の輪が望ましいということになる。この特性を利用する方法の一つはワイヤーによる輪の代わりに電気的に冷気されたプラズマによる輪を使うことかもしれない。この方法はミニ磁気圏プラズマ推進やマグネティックプラズマセール等と呼ばれている。純粋なマグネティックセールでは広範囲に磁界を展開させる必要からより大きなコイルが必要となる。 一方で、次回は内部にプラズマを吹き込むと大きく膨らむという性質があり、これを利用すれば比較的小さなコイルで大きなマグネティックセールと同程度の推力を得ることができる。この時期インフレーションを利用したミニ磁気圏プラズマ、推進はウィングリー博士により提案され、ワシントン大学とナ a において実験的な研究が進められていた。しかしその後、 マーシャル宇宙飛行センターのコスノーブが M2P2 の理論モデルについて誤りを指摘した。簡単に言えば薄く広範囲に磁気インフレーションされたセールは太陽風を受け止めることができないスカスカの状態にしかならないという主張であり2003年以降 M2P2 の研究はストップした。ウィングリー博士は M2P2 に MHD モデルを導入していたのだが M2P2 の磁場レベルではより粒子的なモデルを構築する必要があり、コスノーブの構築したハイブリッドの数値モデルでは、M2P2 が有効な水力を発生することを見出せなかった。同時期にク、JA、サ内で M2P2 をより詳細に解析、工学的に実現するという目的で、マグネティックプラズマセールの研究が開始された。 MPS は現在ハイブリッドモデルによる解析と共に真空チャンバ内で小型の実機を作成して実験を行っている。家電粒子の風の中のマグネティックセール。セールは磁場を生成し、図の下からの粒子を受ける。セールには図の中方向への力が働く。磁場の中のマグネティックセール。セールは自分の磁場を生成する。周囲を取り巻く磁場は 他の普通の磁石のようにマグネティックセールを引っ張る。セールには左側への力が働く。惑星の磁気圏を離れて動作するとき、マグネティックセールは太陽風からの静電下の陽子が通過するときに曲がることで、その力を受ける。陽子の運動量の変化は磁場を動かし、従って境地コイルも動く。ソーラーセールと同じく、マグネティックセールも風上に向かって、 進むことができる。マグネティックセールを太陽風に相対的な角度に向けると、過電粒子はマグネティックセールの片側が優先的に受けることになり、横に押される。これはマグネティックセールがほとんどの軌道で巧みに動けることを意味している。プラズマ風を利用する場合、マグネティックセールの能力は太陽からの距離の事情に応じて低下する。また、太陽の天気はセールに 大きな影響を持っている。猛烈な太陽フレアによるプラズマの大量発生は脆弱な保に重大なダメージを与える可能性がある。マグネティックセールに対するよくある誤解として、それはプラズマの速度を超えることができないというものがあるが誤りである。マグネティックセールの速度が増加するにつれ加速は効率的な紛ンによるものになる。高速では プラズマ風はますます宇宙船の正面からやってくるよう、見えるようになるだろう。発展した航海を行う宇宙船では、流骨となる境地コイルを展開し、航行ヨットがするように、太陽の磁場と太陽風の間の速度の違いを利用するかもしれない。惑星の磁気圏の中では、マグネティックセールは、惑星の磁場を利用して、特に惑星の磁極を通過する軌道で推進することができる。 惑星の磁気圏の中でのマグネティックセールの航行は、プラズマ風の中よりも限定される。セールは磁極へ引き付けられるか、反発することしかできない。マグネティックセールの磁場が磁気圏と反対方向に向けられた場合、近い磁極への内向きの力を受ける。磁気圏と同じ方向に向けられた場合、反発して逆の影響を受けることになる。重要な点だが、マグネティックセールは、 磁気圏と同じ方向を向いている時に安定ではなく、何らかの方法によりそれ自身で逆の方向に反転して防がなければならないだろう。マグネティックセールの推力は惑星内部の磁気ダイナモからの距離の4乗により減少していく磁気圏により決定される。惑星の磁気圏では可能な操作は制限されるものの、セールは十分役に立つ。軌道上で マグネティックセールの磁場の強さを変化させ、近地点キックを行うことで、より高い遠地点の軌道に上がることができる。軌道ごとにこの過程を繰り返すことで、マグネティックセールが惑星の磁気圏を離れ、有効な太陽風を捉えられるようになるまで、セールの遠地点をより高い位置に動かし続けることができる。目的地の惑星に到着したときは、 同じくこれと逆の過程で、電地点を下げるか円軌道に変えることができる。理論上、マグネティックセールを直接惑星の磁極近くの表面から惑星の磁場により引いて打ち上げることは可能である。しかし、マグネティックセールは不安定な方向を維持する必要がある。地球からの打ち上げでは、よく知られている高温超電導体の80倍の電流密度を持つ、 超電動体を必要とする。恒星間の宇宙空間は、わずかな量の水素を含んでいる。高速で移動するセールは、水素中の電子と陽子を逆方向に加速して引き裂く、ことによりこれを、イオン化する。イオン化とサイクロトロン放射によるエネルギーは、宇宙船の運動エネルギーから消費され、宇宙船を遅くすると考えられる。構成のヘリオポーズの外側の構成間高校では、 マグネティックセールはパラシュートのように宇宙船を減速させることができる。これにより、高性間旅行の半分を占める減速のために推進材を積む必要がなくなり、旅にとって大きな利益となるだろう。マグネティックセールに関連した考えとして、加速と同規模のエネルギーを必要とする減速のため、巨大な磁場を展開して、 生還物質の抵抗を宇宙船のブレーキとして利用しようというアイデアも提案されている。マグネティックセールは1985年にロバート・ズブリンとダナー・アンドリュースによってジバで生還物質を集めるバサード・ラムジェットの概念から発展して他の使用法より前にこの目的で提案された。しかし、ラムジェットへの生還物質による効力はそれにより得られる。 推進力より、はるかに大きかった。またマグネティックセールでは、高エネルギーの加速器から宇宙船に向けて、過電流子ビームを発射することで、ビーム推進を使うこともできる。セールはこのビームにより、大きな運動量を受け取るだろう。これにより、レーザーによるソーラーセールよりも、はるかに高い加速を提供できると考えられるが、過電流子ビームはレーザーよりも短距離で、 拡散してしまうだろう。ありがとうございます。